現代自動車が製造、販売している C セグメントクラスの乗用車である。エラントラをベースとするハッチバックを中核とする車両である。ただし世代によっては、ステーションワゴンやファストバックセダンも存在する。もともとエラントラがベースとなっている I30 であるが、I30 よびエラントラの販売にあたり、以下のような状況が発生している。 2007年3月のジュネーブモーターショーで世界初、公開された。2006年のパリモーターショーに出展されたヘッドマイナス3アーネズコンセプトの市販モデルにあたる。先に登場した姉妹車キアシードをベースにして開発された C セグメントに分類される欧州戦略車である。ヒュンダイでは i 3以後欧州市場向け車種を i というネーミングに統一する方針を打ち出しており、後に A セグメント社が I10、B セグメント社が I20、そなた代替となる D セグメントセダン、ワゴンが I40 の社名でデビューしている。国によっては、スタレックスやエラントラもそれぞれ IMAX、I35 の名称で販売されている。当初は、韓国、ウルサン工場で生産されていたが、後に、 チェコのショビセの新工場が稼働して、現地生産が開始された。エンジンは、直列4気筒ガソリン1.4リットル1.6リットル2.0リットルと、自家4ディーゼルターボ1.6リットル2.0リットルが、ラインナップされている。韓国市場では当初は、ガソリンディーゼルともに1.6リットル車のみの、 ラインナップだったが、2007年12月に輸入ハッチバック車への対抗として、ガソリン2.0リットル車も投入された。i30 カップリングウィズステーションワゴンの i30 カップリングウィズは2007年のソウルモーターショーで発表された。ハッチバックの i30 をベースに全長を2 3 0ト、mm、ル延長し、後席の使い勝手を高めている。北米では、 エラントラツーリングとして発表されている。日本主要受賞履歴ラインナッププレミアはいずれも2010年にワールドカップスペシャルエディションに解消して原点販売した後プレミアに再解消。エクストリームはいずれも2010年に廃止。i301.6 リットルガソリンのプレミアブラウンスペシャルは2010年ブラウンスペシャルに解消。 2011年9月のフランクフルトモーターショーにて世界初公開。10月20日、韓国にて発売開始。MD 型アバンテとプラットフォームやエンジンを共用し、ベロスター同様、ピルライフスタイル、i40 登場後以前は、プレミアムユースラボと銘打った若者向けプレミアム路線を目指すことになった。スタイリングは6代目ソナタ以降、 ヒュンダイのデザイン哲学である流体の彫刻を具現化したもので内外装とも初代とは打って変わってダイナミックなものへと変貌している。またクラスで初めて電子式パーキングブレーキや格納式リアカメラ7エアバッグフレックスステアリング等を装備した。2012年6月には欧州市場専用の i30 ワゴンが追加された。 全長 4485mm は5度アヒプラス 185mm。エンジンは3種のガソリンと3種のディーゼルを用意。チェコのノショビツェ工場で生産される。2015年1月、韓国仕様に改良が施され、フロントマスク、アルミホイールなどが新衣装となり、1.6リットル VGT ディーゼルエンジンが、ユーロ6に適合して、 新たに DCT を組み合わせた。同時に1.6リットルグディエンジンがラインナップから外れた。2016年9月韓国にて発表。同月にはモンディアルドロトモビルでも発表された。AD 型アバンテのプラットフォームをベースに開発された。フロントには当時機の曲線をモチーフにしたカスケーディンググリルが初採用され、これは今後登場する。 ヒュンダイ車に順次採用される。使用する超高張力鋼の割合を27%から53.5%に拡大し強度をアップさせた。足回りに関してはリアが先代のトーションビームから初代と同じマルチリンクに戻った。韓国では5ドアハッチバックの設定のみだが海外の市場によってはワゴンやファストバックの設定も存在する。 2017年7月13日にはファストバックが初めて公開されたが、これは欧州のみでの販売となっている。2018年10月24日にリリースされた N ライントリムはヒュンダイの高性能ブランドである N の感性を感じることができるよう、ブラックメッシュタイプのラジエーターグリル、ブラックベゼルヘッドランプ、専用バンパー、 いくつかのチューニングが施されたサスペンションなどが装備され、タイヤはミシュランのスポーツタイヤであるパイロットスポーツ4を装着する。2020年2月にフェースリフトが行われ、よりスリムな LED ヘッドランプとなった。また、18インチのアロイホイール、7インチのデジタルメータークラスター、10.25インチの タッチスクリーニングフォテインメントシステム、ヒュンダイスマートセンスアドバンスドセーフティパッケージといった新たな装備も同時に追加された。ただし、韓国国内では販売不振を理由としてフェイスリフトモデルを販売せず、2020年5月より i30 時代の販売を停止している。また、同年9月には北米市場でも販売中止となった。 ただし、欧州市場とオセアニア市場については2021年9月現在においても、引き続き販売されている。また、1.0リットル T グディ及び1.5リットル T グディエンジンは、48V のマイルドハイブリッドテクノロジーと組み合わされる。I30N2017 年7月13日に、初めて公開。同グレードは、2015年に、 ヒュンダイが発表した、高性能ブランドである、N の最初のラインナップとなる。2.0リットルヒータに T、グディガソリンエンジンに6足、マニュアルトランスミッションが組み合わされ、通常モデルは240馬力、パフォーマンスパックは275馬力の、最高出力を誇る。また一時的に出力を高めるオーバーブーストと、ローンチコントロール、電子制御式 LSD、 電子制御サスペンション、N 専用の高性能タイヤなど、同ブランドにふさわしい仕様となっている。走行場面に応じて5つの走行モードを選択することができ、走行モードに応じて排気音が可変排気バルブシステムを介して調節される。2018年10月に開催されたパリモーターショーでは、I30N ファストバックも披露した。 チェコ工場で生産され、欧州とオーストラリアのみの販売となる。2017年に完全子会社の、ヒュンダイモータースポーツ GMBH が開発した、レーシングカーモデルの i30NTCR が発売されている。サーキット専用モデルで、行動走行はできないが、12万8000ユーロから、一般人でも購入が可能。FIA の定める TCR 規定に、 最適化され、専用のシャーシと安全装備を備えている。北米仕様ヒュンダイエラントラジティ2013年にドイツに設立された HMGH のサーキットレース用マシンとしてよく用いられており、ニュルブルクリンク24時間レースでは SP3 クラス3連覇を達成した。2018年には前述の I30NTCR が WTCR のチャンピオンマシンとなった。以下、すべて、ヒュンダイ公式サイト。ありがとうございます。